数百年前生まれた二つの種族、イミチ族と吸血族。己の血を活性化させ驚異的な力を発揮する一族、イミチ族。そしてイミチ族と対立し他人の血を吸収再利用して戦う一族、吸血族。4人は幾度も対立し互いの正義を主張し合っていた。これはその種族と4人の女の物語。 OK! Bring it on! It's time to heat it up. It's time to light the fire. It's my turn to pump it up. And I want to take you higher. I'm calling all the people to get on up. It's time to set the sync all right. Everybody get ready for this. We gotta have a party tonight. と思うけど、ボタンを組み合わせればいろんな戦い方ができるの。ちょうどいい練習相手もいることだし、Let's try! 何をこそこそと。そんな暇あるかしら。お姉ちゃん、お前らいい気になるなよ。さっき一気に畳みかけるわよ。そんなサキさんまで。いいね、アヤ一人で退屈してたところだ。Yeah!
も見すぎたか。あらあら、どこだよここ。さあいるか。だいぶ下まで来たみたいね。あや、はあ、く最悪なやつと一緒か。それはお互い様でしょ。だと、なんならここでさっきの続きを。それよりもサーヤちゃん、妹たちを探すのが先じゃないの。カグラ、そうだ、サーヤはどこに。でも前呼び捨て。決まりね。それじゃあ急ぎましょう。カグラ、もしもし、応答して。まあ、あんのか。やっと繋がった。すごい音がしてたけど何かあったの。マーヤのやつが突っかかってきて、その後変なやつが現れて、うわー、訳わかんねえ。とりあえずマーヤと一緒になって。カグラ、怪我をしているならブラッドリカバリーで回復できるわ。早く回復しときなさいよ。途中で倒れても置いていくわよ。うっせえ。言われなくても今からするつもりで言う。自己回復、ほんと便利な体ね。でも私はいらないわ。注意怠慢になりそうだもの。お前ね、やんねえ。結界に閉じ込められたみたいね。注意の敵を倒せば一緒に消滅するはずよ。キャーキャー逃げ回られなくて助かるぜ。閉じ込めて追い詰められたのはあちらさんってことね。終わらせない。
この調子でどんどん行かせてもらう。そうそう、同時押しで強力な技が出せるわ。エクスタシーコンビネーション、エクスタシーゲージが溜まっていれば繰り出せるわよ。試してみて。分かってるって。久々に暴れるわよ。コングラチュレーション。私に聞かないでくれる？私だってこんな場所初めてよ。全然頼りになんねえな。さあやならこんな時ちゃんと、ねえ、よ、話聞けよ。この調子でどんどん行かせてもらう。城の地下にこんな空間があったなんて。結構な広さよ、ここ。この広さならどんなペットでも飼えるな。ちょっと、いくらなんでもこの広さじゃ持て余すわよ。そんな大きなペットがいるわけ。モグラ？まさかこの地下通路もこいつらが。地面に潜られたら厄介だわ。潜る前に何とかしないと。もうダメなのか。何とかするわ。
次は私にやらせろよ。ちょ、押さない。いいからどけって。カグラ、ったくバカみたいなことしてるからよ。言っておくけど助ける義理は。ああもう、それ以上はダメだってば。何？何なの？回復したんじゃないの？なんだ？これ、体がちぎれそうだ。体に入ってなんだか最高の気分だ。ヘイモー、タイムトゥリベンジ。見過ぎたか。どれ、どれ、あれ、あれ。カグラ、あんまりやりすぎると天井崩れるわ。そうさ、崩すんだよ。出口がないなら作るのみ。さあな、わからないけど大した問題じゃない。でもお姉ちゃんも同じような状態だとしたら心配だ。ア
綾さんと姉さんが一緒に落ちていくのが見えたので二人は一緒にいると思いますけど。それが心配なんだよ。もしかしたら落下の時に怪我をして、いやいや、それよりも二人でうまくやれてるんだろうか。心配だ心配だ。大丈夫ですって。私の姉さんはあれでも意外と分別があるんですよ。ところでサキさん、あなたは本当にアヤさんのことが好きなんですね。あ、うるさい。さっさと行くぞ。Yeah.
拍子抜けさせないでくれよ。警戒しろ。すみません。お待たせしました。のあるやつはかかってこいよ。チッ、ペナンガランか。急いでこんな時に背中を見せると追いかけてくるだけなのでした。ああ、一匹一匹は非力だが、集団で知られると厄介な相手だ。こいつらはいつでも踏める。一気に蹴散らすぞ。あとは私だ。
ここってルーマニアの教会？どうしてここに？胸クソ悪い空間から脱出できたんだ。それで十分だろ。お姉ちゃんが近くにいるかもしれない。おい、でっかいの、さっさと進むぞ。でっかい？はい。
しめそうなやつが出てきたね。頭数だけのやつらに飽きてきたところだ。関さん、気をつけてください。体力もパワーも今までのやつらとは違うはずです。これからだ。自分でも驚いてるよ。城では世話になったな。バカ！
あ、サーヤ大丈夫か。お前か、ぶっ飛ばす。ずいぶん私の妹を可愛がってくれたみたいね。ただじゃ返さないわよ。さき、サーヤちゃんに血を分けてあげて。え、お姉ちゃん、でもこいつらは。お前調子に、あっ、サーヤ耐えるんだ。やっぱりサーヤちゃん、あれ私確か吹き飛ばされてる。あれ、姉さんとアヤさん、この姿、命を受け入れた吸血族。いい格好になったな、サーヤ。さっさとこいつらを蹴散らすぞ。えっしょ、4人とも大丈夫？特にサキが変な声上げてたけど。うん、なんでもない。実はな、サーヤとサキが激しく絡み合って。姉さん、まったく、さっきまであんな格好だった子がよく言うわ。やられたかと思えば、突然人の血を吸って化け物になって、また元の姿に戻って。言っておくけど、もう二度とあんな真似しないからな。あ、はい、ありがとうございました。大体な、お前らは。もう何が何だか、そろそろ私が喋ってもいい？どうぞどうぞ。それじゃ説明を始めるわ。よく聞いててね。
あなたたちも異変に気がついてると思うけど、4人がはぐれてる間に日本、アメリカ、他にも中国、世界中で突如死霊たちが発生し始めたわ。な、世界中って誰かが意図的にしたとしか。あいつの仕業に決まってる。クソ。被害はすでに各国政府の機能を停止させるほど甚大よ。これ以上はそれこそ国が地図から消えることになるわ。カムラ、サーヤ、アヤ、サキの4名は至急現地に向かい掃討作戦を開始。いいわね。了解しました。でもこの人数だけで世界中を回るのは難しいんじゃ。向かってもらうのは特に被害が出ている5カ国よ。順番は好きに決めてもらっていいわ。どれどれ。